曲がやっぱりいいですね。さあ羊の肉を取ってきたからこのまんま安心して帰りにも行けないな。そうだね、お店の人に肉を届けに行かないと。届けましょう。ヤギの肉も取ったぞ。小豚ちゃんはご飯用なのかな。おお、プーギー味があるかわいい。さあこっちだね、さっき私が勝手に行こうとしたところ。ちなみにこれ降りれる？あっ、泳げると思ったじゃん。大丈夫？ごめんごめんごめん。そうだったね、ダメだったもんね。あれどこにたどり着いたこれ。あれどこに打ち上げられたのよし来たぞ。これ多分話しかけた方がいい人がこのなんか謎の文字なんだね。羊の肉集めてきたよ。はい、助かったよ。偶然の羊肉ブームでね。おお、そうなんだ。これ少ないけど取っといてくれ。結構でも羊いたからみんなの食料。あとポポルさんにもお礼を伝えておいてくれるかな。はい、うん、伝えておくね。薬草もちょうだい。とりあえず薬草を3つ買ってまた買いに来てくださいね。はい、そしてポポルさんのところに届ければいいんだね。ポポルさん、ポポルさん来ましたよ。羊の肉届けてきたよ。うん、あと薬草を3つだったね。買ってきましたよかったわ。これで少しは食料不足も抑えられるでしょう。結構いたよ。薬草も助かったわ。はい、ありがとう。今日のお仕事はこれでおしまいです。はい、お疲れ様。ヨナちゃんのためにも早く帰ってあげて。頑張り屋のお兄ちゃんですね。ありがとう。こうやって仕事をもらってこの村で生活してるってことだよね。今は今日を生きるために頑張って生活をしてると。さあヨナ、お兄ちゃん帰ってくるぞ。この平和の生活は長く続かない気がする。突然何かが起こるんじゃないか怯えてるんですが大丈夫でしょうか。ヨナちゃん、お兄ちゃん帰ってきたぞ。ただいま。いる？いてくれよ。急にいないのは困るよ。いた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 。あ、本借りてくるの忘れちゃったかも。今日は何か面白いことあった？羊肉を狩ろうと思ったらヤギさんもいて、ヤギさんの肉も手に入れたよ。お外の世界のお話ない？あとデボルが歌ってた。今日もちゃんと本を読んで待ってたんだけど、うん、全部読んじゃった。そっか。ね、あ、そうだ、昨日ポポルさんに月の涙の伝説を聞いたよ。これ花だよね。月の涙？それ何？ネタバレしてるかも。花の名前だよその花を見つけるとお金持ちになれるんだってさ。そうなんだ、月の涙っていう名前なのに。月の涙を見つけたらヨナの好きなものを何でもお腹いっぱい食べさせてあげるヨナ、病気が治るお薬が欲しいな。そうだね、元気に歩きたいね。うん、どんな病気だって治す薬も買えるよ、うん、ヨナ、どうかした？何かを察してる？うん、何でもない。ここにずっといたら気がめいりそうだよね。なんか犬とか買ってあげるだけでもだいぶ違いそうだけどね。翌朝、じゃあ今日もポポルさんのところに行ってくるよ。はい、今日もね。今日はおとなしくしてるんだよ。うん、そろそろ耐えられなくなっちゃったりしないかな。寂しいよね、絶対お兄ちゃん勝手に出て行っちゃって。おとなしくできる？月の涙か。月の涙か。探しに行っちゃったりしない？これ大丈夫？見たいなあヨナ。ヨナ、月の涙見たいなあとか言って行っちゃうんじゃないでしょうか。あ、歌ってる場所変わってる？こんにちは。今日もいい天気だね。ヨナちゃんのためだからってあんまり無理するなよ。はい。何の楽器なんだろう。ここに来るとちゃんとデボルさんが歌ってる。癒されますね。今日も次は何だろう、ヤギの肉か外の魔物を倒してこいみたいな感じで言われるかな。図書館に新しい本が入ったよってポポロさんが届けてくれました。木のお話でした。木は幸せだったのかな。木は幸せだったのかな。ちっちゃい頃見た絵本ってでもなんかそういうこうすごい深い話あるよね。こんにちは。今日も何か手伝えることありますか？あるにはあるんだけど、はい、ちょっと大変なお仕事なのよ。魔物じゃない？大丈夫、任せて。任せて。本当に？大変なお仕事なのよって言われて、え、じゃあいいですとは言えないでしょ。北平原の橋が壊れているのは知っているかしら？そっち系？うん。柱が腐って落ちちゃったんだよね。雨とかで。その橋を大工職人さんたちが修理していたんだけど、そこに運悪く魔物が現れたの。うん、え、あんなところにも魔物が？どこだろう？行ったかなその橋まで。曇っていたから魔物も活動できたみたい。そのうちの大工さんが一人大怪我しちゃったの。大怪我しちゃった。それでみんな身動きが取れなくて、うん、僕が魔物を倒してきます、はい、でも危ないわ。大丈夫、僕は剣の腕だって鍛えてるから、うん、村の誰にも負けないくらい強いんです。お、昨日だって村の入り口にいた魔物を倒したんだ、うん、そう、本当に大丈夫なの？任せといて。めっちゃ強かったら心配だけど。あ、羊の後は魔物ですね。頑張って倒しましょう。今のうちに戦闘になるときってことかもしれない。この橋かな。この橋が腐って落ちちゃったのかなぽいよね多分。それ以外橋ないから、ここら辺にいたら出てくるってこと。オッケー。これが避けるやつね。は、走り方がなんかエッチラオッチラエッチラってしてる。オッケーオッケー。防御の種なんか拾った。いやでもそんな攻撃食らわないぞ。一発も当たんなかった。やっと片付いた、うん、これで当分は魔物も出てこないだろう。めっちゃ血出てるけど、これ今の私がやられた血じゃないもんね。あの魔物って血出てくるんだ。とりあえず OK ってこと？この橋か、こっちの橋か。今日もヨナちゃんちゃんとお家いるかな、それだけが心配です。今回はどこもやらずにポポルさんに魔物倒したよって言えばいいんだよね多分。あ、ん？何これ？光ってる。採取する。あ、光ってるとこあるんだ。よし、魔物も退治してきましたよ。全然一丁上がりでした。こんにちは。あ、おかえりなさい。ただいま。ただいま。大丈夫？怪我はない？意外とピンピンしてる。大丈夫だよ、ポポルさん。うん。この主人公の子喋るときこうなる。私もこうなる癖あるけど。あなたが出た後すごく心配になって、あら、やっぱり頼むんじゃなかったって。心配性ですねポポルさん。平気だよポポルさんは心配性だな。、うん、優しい。無事で本当によかった、うん、そうそう、大工さんたちがあなたにお礼です。ありがとうございます。 ありがとう。今お金が一番ありがたいかな。ヨナちゃんに美味しいものでも食べさせてあげて。はい、1000ギルありがとう。そうだ、ヨナちゃんって言えば、え、お昼にここに来たの？また来たの？あ、本読んでたってこと？え、ちゃんと寝てろって言ったのに。まあ暇なんだろうね。まあまあ、なんだか私に聞きたいことがあったみたいよ。月の涙の件？聞きたいこと？外の世界の話を聞きたがってたわ。あ、外の世界ってでもこういうとこに来れるくらいだったら噴水とかで遊べるんじゃない？村の外の？村の外？そう、なんだか熱心に聞いてきて、うん、ああ、また変な本を読んで変な興味持ってないといいんだけど。元気いっぱいだね心は。もちろん村の外に出ちゃいけないって言っておいたから、うん、安心して。うん、よかった。早く帰ってあげて。ヨナちゃんも心配しているわ。はい、うん、ありがとう。これでちゃんとヨナちゃんがいてくれたらいいけど、想像以上に好奇心が旺盛だった場合、いやでも時間の問題な気がするな。ヨナちゃんが出ていっちゃいそう。私外の世界行くんだって大丈夫でしょうか。ヨナちゃん、ローリングお兄ちゃん帰ってきたよ。いてくれますか？ちゃんと寝てくれてますか？やっぱりいない。いないじゃん。ヨナ？うん。どこ行っちゃったんだろう。まだ図書館にいるのかな？あ、見てくればよかった。飛んできちゃったからな。図書館にいた？わーっと走ってきちゃった。いや、いなくない？いないよ、ヨナちゃん。ここにはいないみたいだな。うん。薬草を売ってた場所とかに行ってる。ホポルさんに聞いてみよう。また？でも外の世界に行っちゃダメよってちゃんと言ってくれたんだよね。いないです、ヨナが。ホポルさん、ヨナが家にいないんです。どうしたのかしら。何か心当たりはないですか？うん。お昼にここに来てからは見かけていないけど。はい。その時何か言ってませんでしたか？月の涙探しに行っちゃったんじゃない？月の涙が咲いている場所を聞かれたわ。はい、昔は石の神殿のあたりに咲いていたっていう話をしたんだけど。石の神殿？この村にある？月の涙の話をヨナが？うん。はっ、そんな、まさか。どうしたの？昨日、月の涙を見つけるとお金持ちになれるって言い伝えの話をしたんです。うん、それで、何でも治す薬も買えるかって聞かれて。うん、じゃあ、ヨナちゃんは、うん、まさか、自分の薬を買うために、探しに行かなきゃ。石の神殿は、どこ？東門から行くしかないわ。ありがとう。東門から行く。大丈夫かな、ヨナちゃん。ヨナ、東門に行ってみよう。東門ね。東門ってどこだろう。今まで行ってない場所かな。曲が聞こえなくなっちゃったぞ。あ、なんか落ちてるよ。しかもヨナ見た？今ヨナを探さなきゃ。東門に様子を見に行こう。これがヨナちゃんのいる東門じゃないの？今ヨナを探さなきゃ。東門に様子を見に行こう。これ東門でしょ？あれはこれ私もない。ヨナちゃんのやっぱり。ヨナ、まさか本当に石の神殿に行ったんじゃ。魔物がいるのかな、そこって。石の神殿、初めて来るフィールドかな。頑張っていきましょう。まだ操作方法は視覚で戦うことしかできないから。でもここで魔物出たらもうヨナちゃん自体が割と絶望的じゃない？まあヤギさんとかね。っていうかなんかめっちゃマップ広そう。迷わず行けた？なんだろう。あ、これ違う場所行っちゃう？石の神殿はこっちじゃないみたい。あ、ごめんなさい。とぼとぼ歩いてる。あ、そうか、ここはマップを持ってないからこういう感じになるんだね。マップを持ってたら表示されるって言ってたけど、ここは持ってないのか。これ登ったの？崖が崩れてて先に進めないぞ。これ登ったんでしょ？まさかヨナはこの隙間をくぐったのかな。他に先に進める道を探そう。分かった。最終的にこっちにたどり着ければいいってこと？よいしょよいしょ。結構歩いてるよ。ヨナちゃん割と元気か。めちゃくちゃ必死に月の涙探しに行ったんだろう。すごい距離なんだけど。あ、音楽が。あれが石の神殿、すごい綺麗。なんかトリコとかの世界観を思い出すな。あれ、あんなところまで行ったの？心配すぎでしょ。下見えないよ。え、これどうやって行くんだろう。こっから降りれないもんね。どっかから行けるのかな。よなー。うわ、すごい。ジェットコースターで通る道みたい。これ宝箱じゃない？お、当たり。合ってる、こっちで。こっちは、あ、こっちも登れる。あ、はあはあはあ、こっから来たのね。あ、ショートカットしたわけね。こっち、ルナちゃんすごい、すごいぞこの世界観。ちょいちょいちょっと見覚えがあるような気がする作りだ。あ、下は海なんだね。ヨナー、ヨナー、うろ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 、お兄ちゃん来たぞー。うわ、ここ何？石の神殿、曲がいい、綺麗だな、世界、世界が綺麗だな。ここ何なんだろう。でもあの村の感じ、何かやばいものを祀ってる感じとかはしなかったけど、これ登るってことかな。登るよ。この階段登ったの？石の神殿、ここら辺に花咲いてるってこと？あ、何これ、開く、鍵がかかってる。どこにいるんだ。本当ね、拾う。赤道の鍵、鍵拾った。全然ヨナちゃんの気配ないんだよね。あれ、あそこからまた上上がれる。いやでも今鍵拾ったんだよね。こっち？ここ鍵かかってるって言ってたけど、開く？あ、開いた。何？え？ここにも魔物が。なぜ？曲が変わる。こんな危ないところに。いや、ヨナ。え、鍵開けて行ってないでしょ、さすがに。これ何？押すやつかな。これ押すやつだろうな。おお、来た。オッケーオッケー。わあ、めっちゃ出てるんだけど、これ攻撃判定ある？怖い。出た瞬間やられそう。おいなんであの物騒な金棒を持ってるの？待って待って、いるいる、曲が教えてくれる。敵がいるよって、敵がいる盛り上がり方にしとくよって感じ。これエレベーターかな。あれ、またどっかにいる。開いてる。めちゃくちゃ入り組んでるけどこれヨナちゃん行ったのやばくない？どうやって行ったんだろう。ちっちゃいから全部かいくぐって行ったのかな。また出てくる。まだヨナちゃんどこまで行ったの絶対あの少女一人で行けないよ。あれかな、魔物を退ける能力とか生まれつき持ってるかもしれない。あ、こっち？ここから外に出れそうだ。外に出ていいの？こっちは何？この外が石の神殿のさっき見えてたところかな。ここまで来た。この隙間とかから落ちてない？どこにいる？まだ魔物出てくる？影のとこ出てきそうだな。あ、二段ジャンプすることは可能です。あ、嘘。さっきまでできなかった気がする。そうかそうか。あ、見えてきた見えてきた。ここが石の神殿？生えてる。探すの大変だよ。あ、ポストある。ここにヨナちゃんいるの？ヨナー！ヨナー！閉じ込められてる。ひたすら探すしかないのかな。ん？何これ？掴む。あ、動かせるんだ。ん？どうするんだろう、動かして。ん？こっちまで持ってく？あ、はしごが壊れてる。わかったわかった。上に登るには何か台になるものがないと。はい、ヨナちゃん。ねえ、ヨナちゃん掴む。え、てかこの引きずった後あるってことはヨナちゃんがすでに引きずった、一人で行ってるのかな、ここまで。もしくは魔物かなんかに連れさらわれてる途中から。あ、え、あ、押すのかな。さすがに明るいから魔物いないかな。あ、いるよなちゃん。こっち行った？開けるよ。やたら扉きれい。えっ、ヨナ途中で誰かから連れ去られてない？なんだこいつら。本当だよ。どけ早くヨナを。あれ何？え、あの本何？あの本何？あの本取りに行くのかな。いやでも多分あのこれ一掃してからあの本取りに行く。あの本ってあの例の本だよね。なんかやたら光って光ってる。行けってこと？もっと。あ、こっち。邪魔だ。邪魔だ。これ聞いてる？返してくれ。返して返して。あ、これ同じ本かな。というか何このはめられるように2人の甲冑の間に本があるの。これは何？ロボット。え、喋ったよ。痛いではないか。いきなり出てきて何を言うの。邪魔だよ邪魔だよ。本当だよ。ほらまたのか。え我を無視するつもりか。誰なの誰なの。無視できるこれ。無視する。選ばれし存在である我を害虫のように扱いよって。ヨナ大丈夫。ヨナおじさんなんかに興味はないんだ。ヨナこれだから。ヨナ不思議な力で先に進むことができない。ヨナあのやばい幻覚が見えてる。目の前のはい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 。ヨナなんかその本触らない方がいい気がしてるんだよ。実に愚かしい。分かった、ちょっと会話が終わるまで。なぜ古代の英知に助けを求めるのだ。古代の英知。古の書の深淵なる助言を聞き漏らすのか。ああ、深淵なる助言。なんだお前は。そのような雑魚我なら一層。俺の力でヨナを助けたいんだ。我を誰と心得る。知らないよ。力を与えし白の書である。白の書。見くびるでない。あれ黒の手って言ってたから。何時に最後の機会を与える。我の力を借りたくは素直に頭を下げよ。頭を下げよう。これ無視したらどうなる無視したらどうなるかいや多分これで会話終わりかな。白の書か。さっき黒の手って言ってたことはこの子はいい人。こんにちは。怪しげな本にヨナを救う手立てを聞きますか。ぜ古代の英知に助けを求めるのか。怖いんだよちょっと。あなたが安全である証拠がないからな。聞く？進めないよね多分。はい。怪しげな本が仲間になった。どうやったらヨナを助けられるの？伝説の城の書。チュートリアル取得。コンボを入手した。我ら魔物どもを一掃すれば、あの魔法陣を解けよ。いや、そんなことできるの？うん。我を誰と心得る？白の書って。汝に力を与えし白の書であるぞ。見くびるでない。すごい人なんだろう。早く何とかしてしろ。しろ。我の名を略すでない。犬の名前みたいな。どんどん魔物が出てきてる。本当だよ。ちょっと助けて。絶対。あなたに話しかけたせいで出てきたんだけど。万象を言葉で修飾できるこの白の章は一。死んだ万象。いやなんか結構ちょっと疲れてる。助けて。どうしたの？思い出せ。お前が力任せに打ったせいで。記憶が飛んだらしい。どういうこと？そんな。なんかかっこいいの打ってよ。かっこいいの打ってよ。とにかくなんとかしなきゃ。なんとかしなきゃ。ちょっと永遠と戦ってるんだけど。なんとかして。あ、思い出したかも。封印されし言葉を手に入れた。魔法黒の玉が使用可能になりました。あれ、また黒とか言ってる。あの黒い魔物の血を吸ったの。血を吸った。あれ大丈夫？どうしたの？シロ急に仲良くなってる。大丈夫？しっかりして。怖いよ、仲間になった瞬間から。どうやら我は黒いやつらを倒すと力を取り戻せるらしい、それ大丈夫？魔法の力？なんか溜まってきてる。これこそが偉大なる我が白の書。待ってろヨナ、すぐ行くからな。すぐ行く？もう行ける？これで終わり？あー、真っ暗くなっちゃう。あれついにその何も動かなかったやつらが動き出す。倒すの？これもこの人たちがヨナをさらったの？なんか喋った。そう簡単にはいかぬらしいな。